出発宣言していただきまして、今映像で映っているのはまさにその高松赤十字病院日赤連ということでね、はい、踊りを踊っていただいております。日赤連として29回目の出場、仕事の合間にして練習を重ねてきました。本日の東連のトップを飾ります。あ、なんか可愛い子たちが見えてきましたよ、ジョコさん。可愛い可愛い。これは高幼連ですかね。幼稚園さんですね、はい、高松幼稚園、はい、そのさんの、ね、お子さんもちっちゃいお子さんが、はい、可愛らしい子がいらっしゃいますけど、ちっちゃいですね、一緒になんか高松祭りに参加されませんか。そうですね、まあ、ぜひ祭り、ね、盛り上がっていきたいなと思います。こちらは高松市議会連です。ね、でもありがたいですよね、その姉妹都市縁組とかね、いろいろと結ばれているところ の、 あの議員さんがね、高松の祭りにこうやって参加していただくっていうのって本当にありがたい。去年はひこにゃんちゃんとかと来てたんですかね。そうですね、ひこにゃんちゃんからひこにゃんが来てたりとか、うん、なんかあの議員さん綺麗なあのお着物をお召しになって、なんかこれは助けをかけているのはどなたでしょう。皆様の声援よろしく。水戸、水戸です、水戸です。一生懸命見てるな。鳴子を、ね、両手に持って、でもこうやって揃って踊れるということはどっかで皆さん練習したっていうこと、ね、多分ね、国際交流ですかね。国際交流連ですかね、はい、はい、国際交流踊り子連ということで24回80名の参加です。おじさんもあれですね、あの着物綺麗に着てらっしゃってねえ、感じですね、はい、やっぱりね、あの外国の方がお着物を着るって言ったらテンションが上がるんですかね、はい、ね。初出場のフワナニアロファ、はい、フラダンスグループの皆さんですね。さすが言えました、はい。あのやっぱりなんだろう、フラのあの、はい、振り付け、はい、こちらの、ね、皆さんは高松市内であの教室をされている方たちが参加されているとは思うんですが、30名の参加ということで、健康寿命を伸ばすためにフラダンスを始めました、うんうんうん、高松に嫁ぎ高松を愛する気持ちで振り付け、踊りますということで、お衣装もやっぱりフラダンスのフラの衣装ですよね。高架幼稚園さんですね、今映っているのが。幼稚園はもう本当に、子供たちいつも元気っていうイメージが私はあるんですけ ど、 ど、はい、初出場なんですが、この和田門の皆さん方はもう成長いちごまいたの振りをアレンジしてもらってるんですよ、はい、でこの和田門さん、浴衣を皆さんね綺麗にお召しになってるんですけども、やっぱりお着物を着ることを一つテーマにされている。でもう一つは成長いちごまいたにこだわったっていうことがありまして、もう着物を普段着にしちゃおうの和田門、和になりたい和田門、さぬきラブの和田門ということで、JR 四国連は今年連続29回目の出場となりました。今後も皆様の信頼に応える安全安心に、この、安全安心の提供に努め、さらなる飛躍を目指します。地域とともにをモットーに精一杯頑張ります。ご声援よろしくお願いいたします。あのアンパンマン電車。ね、アンパンマン列車のなんかちっこい版みたいな。かわいいですね。ね、なんだろう、女性、女らしい。女らしいというか、綺麗ですよね。なんか阿波踊りみたいですね。ねえ、なんか素敵。これからも地域の皆様に、皆様と共に歩み愛される銀行として感謝の気持ちを込めて明るく元気に踊ります。片原町東部商店街の愛サイレンラブ祭り組、なんか今年めっちゃこの振るものが派手になってるような気がしません？はい、ね、ですよね、なんかあの F1 のフラッグのような。そうそうそう、あのね、でもここはね優勝回数が4回ある、あ結構ね頑張ってる連なんですよ。なるほど。
さあ、はい、こちらは商工会議所女性会の皆さん、木野内明子さんじゃないですか。あら素敵、さすが綺麗ですね。ねえ、この隊列をね、はい、2人から4人とか、はい、なんか4人から2人とかっていうふうに、はい、こう組み合わせていくじゃないですか、はい、10連の、はい、これはやっぱりね、すごい練習しないと難しいと思う。すごいですね、このフォーメーション。なんか、ね、この歌舞伎と宝塚が手伝いで割ったような雰囲気がすごい表現妖艶です。妖艶ですね、確かに色っぽい女性のお着物。そうそう、これね、挨拶レンジャーっていう、そごう夢作り連の皆さんですね、はいはい、あのね、挨拶レンジャーとあれね、ジョッカーっていうらしいですよ。ジョッカーじゃないですか。ジョッカーなんですって。でうちは先ほど甲冑の方でいらっしゃいますよ。これが手作りなんですって、自分が。一人じゃないんですね、うん、すごいですね。すごいでしょ。衣装の、まあ、多分作り方だとは思うんですが、こちら優勝回数3回ということで、はい、今回出場自由連で参加している中の、優勝回数トップです。ものそ大のメンバー、今回は高松中短期大学 の秘書課の方たちに参加していただいたんですが、はい、もう本当にね、今回、12日のオープニングセレモニーでもものそ大が PR をし、その後の生放送、テレビの生放送でも出演し、はい、でその前のイベントがあったんですが、それにも出演しみたいな形で大活躍だったらしいんですよ、はい、うん、で今回の、ね、このポンポンも、もうそのまあ、チアをやってることか、はい、みんなが考えてちょっと今年から一新しましょうみたいな、はい、こうやって今は映ってるのは、うん、あの総合地区の皆さんですけど、うん、一つの目標にね、はい、向かって一緒に踊っていけば本当に、クリッコだ、クリッコ、さっき言ったのりんちゃん、りんちゃんファミリー、これ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 、真ん中の松になってるあれがりんちゃんなんです。松はですね、そうそうそう、りんちゃんはやっぱりね、松が有名ですからね、はい、